はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。2時40分ですね。3月は8日フライデーでございまして、日経平均ね、なんか弱いですね。プラス92まで押されています。はい、ドル円は 147.86 と、こっちは円が強い。香港は堅調ですよ、プラス225。原油も堅調、79.48 と。で、ウォンも堅調なんですね、1321。1320、割りそうではありませんね。はい。行きましょう。産経新聞に、これは昨日の19時45分に出た記事ですね。解散風浮き足立つ立民、自民への逆風必至も、政権奪取の算段なく、一義責任は第一党党首。よう分からんですけど、ちょっと読みますね。岸田文雄首相が早期の衆院解散総選挙に踏み切るとの憶測は広がり、野党第一党の立憲民主党が浮き足立っている。次期衆院選では派閥パーティー収入不記載事件の影響で自民党への厳しい逆風が予想される。とはいえ、立民が目指す野党系候補の一本化は進まず、政権奪取の算段はついていないのが現状だ。今までもないと言って解散したケースは枚挙にいとまがない。立民の長妻明政調会長は7日の記者会見で、首相が4月の衆院3補欠選挙に合わせた衆院解散を全く考えていないと説明したことを受け、こう強調した。政府与党内で4月解散説、6月解散説が取り沙汰されてきたことを念頭に、4月だろうが6月だろうがきちっと勝利できるよう準備をすることに尽きるとも語ったと。4月解散説というのは4月の18日忘れましたけど、その辺にですね、4月28日だったかな、補選、衆議院の補選が3つあるんですね。長崎、島根、東京、中国と。で、3つとも自民党の議員が辞めたことによってこう発生してるわけでして、ちょっと逆風なんですね。で、それに合わせて解散するんちゃうかと。まあ予算はもうほぼ成立しましたんでですね、来月のですね、11日にですね、岸田アメリカで、ですね、国賓招待をされてですね、両下両院議員総会で演説をするんですね。これは安倍さんもやったことでございましてですね、まあ晴れ舞台です、日本の総理大臣としては。それでわっと盛り上がったところで解散をしてですね、なんとかですね、負けを食い止めようという説とですね、6月ですね、国会がですね、終わります、通常国会が20何日かに、それに合わせて最終日かあたりにですね、解散をしようという説ですね。どっちかあると思いますよ。どっちがあっても不思議はない。なぜかと言いますと、このまま解散せずにですね、その9月に自由民主党の総裁選挙というのがございます。これは一般国民は関係ない、自民党員だけ関係あるんですけども、この総裁選挙で、解散総選挙を経ずにですね、自民党の総裁選挙を迎えると、そこで多分降ろされてしまうわけですね。自民党の総裁に再選されない可能性があるわけです。なぜかというとですね、その時にこう岸田内閣の支持率が高まっているとは思えないわけであって、議員さんたちはですね、このおっさんを担いで選挙しても俺落ちるかもしれへんやんと、こういう議員さんが多いわけですね。そうするともうちょっと精神なですね、まあ女性なんかがええやろと、日本初の女性宰相なんていうのを担いで選挙すると勝ちやすいでしょ。だからですね、あんな何も何言うてかようわからんおっさんよりも、もうちょっとわかりやすいよ、その辺のおばはん、その辺のおばはんって言いないわけですけど、おばはんにしようやということになるわけでしてですね、衆院選挙なしに9月にもつれ込むと、ほぼ 100% 岸田の再選はないと私は思います。
で私と同じように考える人も多いわけであって、多分岸田もそれくらいのことは分かってると思うんですよね。それくらいのことは。だからですね、少々負けてもええと、議員は多少ね、議席は減らしてもええけどもうですね、俺が自分の手で解散するんやと。で幸いなことにですね、野党第一党であるですね、維新ちゃうちゃうちゃう、ごめんなさい、立民がですね、ふやふやしてるわけですよ。で議席は減らしても、じゃあ立民に政権を取られるなんてことはもうほぼ誰も考えてませんね。まあなってみるのは分かりませんけどね。で、そもそもあれなんですよね、なんていうか公認候補さえまだ全選挙区で決まっていないと思います、立民は。なんでですね、今やったらできるということですね。もうちょっと続きましょう。もちろん自民に対する批判が高まる状況は野党にとって好都合と言える。立民の岡田克也幹事長は5日の会見で、これだけ疑念が深まる中で解散ということになれば国民から厳しい批判を浴びることになると分析した。別の立民閣僚経験者も、岸田政権の間に衆院選をやってほしい、7月解散でも6月解散でも一緒だ、とにかく早い方がいいと期待する。ただ皇居を生かすための環境を立民が整えているとは言い難い。泉健太代表は次期衆院選で政権交代を目指す方針を掲げ、非自民連立政権構想ミッション型内閣を提唱している。だが連携先と想定する日本維新の会や国民民主党からは実質的に拒絶され続けており、実現の可能性は極めて乏しい。野党第2党の維新とは90以上の選挙区で競合する見通しで、非自民票を奪い合う展開は避けられそうにないと。教育無償化を実現する前原誠司代表は、これは国民民主の話ですね、野党が乱立して、与党を利することのない状況が求められていると述べた上で、その第一義的な責任は野党第一党の党首である泉氏にあると指摘したということで、この記事は終わっています。まあ野党もバラバラですからね、僕ら昭和世代のおっさんから見るとですね、立民も国民もね、結局昔の社会党と民社党の差しかないわけですよ。で維新っていうのが昭和のおっさんの時代じゃなかったわけでして、あれなんなんということですね。で大阪の地域政党ですよね、それが全国区になりきれていないというのが現状でして、こう日本にも微妙な東西対立があるとすればですね、維新でしょうね。大阪の人間ってね、東京のことをあんまりよろしく思っていない人が結構多いんですよ。で一方東京人っていうのは大阪はあんまり意識してないんですね。ああそんなんあるやんっていうそれくらいの感じなわけですよ。で大阪はですね、昔はね東西並び立っていたんですけども、この30年40年ですか、大阪の地盤沈下は激しいわけですね。でもう今や一地方都市になり下がってきた感じがします。でも対抗意識だけあるんですね、大阪人って。でそもそも自民党というのは東京の政党ですからですね、そこに入れるの嫌なんですよ。だからですね、維新みたいな政党が成立したわけですけども、ただ今回どうやら万博は失敗するでしょう、というか、まあ、今は失敗しつつあるんですけども、で維新もですね、基盤のこの大阪の支持をいまいちですね、急合しにくい状況になってきました。前回の選挙はすごかったですけどね。で次回またそれが結集できるかというとちょっと難しいわけですね。となるともう野党バラバラでですね、立民はですね伸びる余地ってあんまりないんですよ。今立民に票を入れる人っていうのは自民党が大嫌いな人なんですね、まず第一に。で、まあ、2番目は組合です。で組合の力も年々再々以降長期低落傾向にあるわけでしてそうするとですね、まあ一定の議席は取れるでしょうけども、躍進するなんていうことも考えにくいわけであって、で不動票はですね、ですね、悪夢の民主党時代と覚えてるわけですね、2009年からですね12年まで続きました。暗い時代でしたね
だからあそこにはもう一回もう戻りたくないということでですね、だから立民も伸びきれないということですね。でそこに泉健太代表の悩みがあるということですね。もう どうしようもないですはっきり言って。まずもってですね、組合の支持を得ているというのをですね、そのこう物欲しそうに支持を得るのではなくてですね、君らが支持するんやったら受けるでという立場に変えるのが一つと、あとはあのキャンキャンおばさんのああいったですね、自民を批判することにこう自分たちのアイデンティティがあるみたいなですね、そういう路線をやめるべきでしょうね。つまり現実主義によるべきだと私は思います。はい、産経新聞の今読みましたアドレスを一応貼っておきますね。皆さんどうもありがとうございました。